2010年、神奈川県である事件が起きました。一組の夫婦の間で起きたのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。後に、本件の被害者となるジョン・ヨンジュさんは、韓国で出生します。ヨンジュさんは、三人兄弟の次女だったらしく、姉と弟がいたそうです。そんな彼女は、おとなしい性格をしていたようで、賢くて誠実だったといいます。また、周囲に対しては、気を配るのが上手な素敵な女性に成長していきました。そして、ヨンジュさんは、1995年に短期ビザを取得して、日本に入国しています。それからは、神奈川県横須賀市にあった韓国クラブで働いていました。日本にやってきたヨンジュさんは、頻繁に韓国にいる姉と国際電話をしていたそうです。彼女は親よりも姉のことを頼っていたそうで、相談事をよく打ち明けていました。さらにプレゼントを送ったりと、離れて暮らす家族のことを大切にしていたのです。そんな中、ヨンジュさんが働くクラブに一人の男がやってきます。その男というのが、後に加害者となる山口秀夫でした。山口は二度の離婚を経験しており、以前の妻との間には子供もいたようです。そして彼は警察官として働いており、生活安全課に勤務していました。当初、ヨンジュさんと山口は従業員と客という関係でしたが、お互いに気があったようで、やがて恋心を抱くようになります。ヨンジュさんが勤めるお店に山口がやってくると、彼女はとても嬉しそうにお酒を作っていました。その思いは相当なもので、お酒を作る手が震えるほどだったといいます。そのうちに二人は交際するようになり、同居を開始しました。それからいくつかの季節が流れていき、結婚も望むようになったのです。こうして順調なお付き合いをしていたわけですが、二人の間には大きな問題があったのです。というのも、この時のヨンジュさんは不法滞在の状態だったというのです。もちろんこの事実は山口も知っていました。しかし、ヨンジュさんが不法滞在していると知りながら、山口は一緒になることを選んだのです。そして2004年9月に2人は結婚しています。山口の上司は彼に対し、ヨンジュさんを選んだらもう公務員としての生活はできない、別れろと説得したそうです。ただ山口はそんな上司の説得にも応じなかったのです。そして結婚してから3ヶ月が経った12月、不法残留でヨンジュさんが立件されてしまいました。そして山口と婚姻関係にあったことが発覚します。これにより山口は入国管理法違反幇助の疑いで書類送検されてしまいました。そのため彼は依願退職をしたのです。つまり山口は警察組織でのキャリアよりもヨンジュさんとの結婚生活を選んだのです。それからの山口はいくつかの転職をし、最終的に運送会社で働くようになります。運送会社での彼は真面目に勤めていました。実際土日に仕事が入っている時には電車が混むからと、1時間半前には自宅を出て職場に向かっていたといいます。こうして夫婦となった山口とヨンジュさんなのですが、そんな2人のもとにヨンジュさんの姉が訪ねてきました。そして3ヶ月の間、姉は一緒に暮らしたそうです。その時山口はとても優しく接してくれたといいます。また夫婦はとても仲が良かったため、姉は安心していたことでしょう。その一方でヨンジュさんは姉に次のように語っていました。結婚したことは喜ばしいことじゃない。彼がすごくかわいそうだ。彼をもっと愛さなきゃいけない。このように話していたそうです。もしかしたらヨンジュさんは自分との結婚を継続するために山口が警察官を辞めたことに対し責任を感じていたのかもしれません。そんな中、ヨンジュさんは横浜市の伊勢崎町でスナックを営むようになります。ここで彼女はお店を経営しながら自らも接客していたそうです。ただ夫婦の間にはまたもや大きな問題がありました。というのも、山口がほとんど生活費を入れなくなったというのです。その理由は彼の過去にありました。何でも前の妻に対して子供の養育費などを支払っていたそうなのです。その金額は毎月25万円であり、給料の多くは養育費などの支払いに消えていきました。
こうして経済的に困窮していった山口は複数から借金をするようになります。彼が金を借りていた中には43もいました。その金額は50万円だったそうです。つまり妻から50万円を借金していたわけですが、このことで2人は口論が増えていきます。そして山口はとんでもない行動に出るようになるのです。なんと時折43に手を挙げるようになったというのです。こうして徐々に雲行きが怪しくなっていく中、43は別れるという選択はできずにいました。その理由を彼女は姉に対し次のように話しています。私のせいで警察官の制服を脱いで公務員を辞めたのに、どうして私がその人を捨てられるの。やはり彼女は山口が警察官を退職したことに自分にも負い目があると思っていたのです。そのためか毎日きっちりと山口のためにお弁当をこしらえていたといいます。そんな中、山口は恐ろしい事件を起こすのです。事件当日となる2010年9月1日、この日山口と43は一つの約束を交わしていました。それは43が山口に貸していた50万円を返すというものです。ただその直前、43は知人にちゃんと返してもらえるか心配だと話していたそうです。そして午後5時ごろ、彼女は横浜市南区にある自宅マンションに帰宅しています。この様子はマンションの防犯カメラが捉えていました。しかしその後、43が二度と防犯カメラに映ることはなかったのです。彼女はこの日もスナックに出勤の予定だったのですが、いつまで経っても職場にやってくることはありませんでした。これを不審に思った従業員が午後9時ごろにマンションを訪れています。そこで山口がインターホン越しに対応しました。彼は訪れた従業員に対し、妻は7時ごろにお客さんと会って店に行くと言っていたなどと話したといいます。ただこれは山口がついた真っ赤な嘘だったのです。そればかりか、彼女はこの時すでに山口の毒牙にかかっていました。そして日付が変わった9月2日、山口が外出する姿がマンションの防犯カメラに残されていたのです。彼の手には何やらビニール袋のようなものが握られていました。この翌日、山口は警察署を訪れています。そして妻が帰ってこないなどと申し出て捜索願いを出したのです。それから山口は最初に結婚していた前妻のところに転がり込みました。こうして43は行方不明という形になったわけですが、約1ヶ月後にとんでもない見た目で発見されたのです。なんと中村川の下流にある横浜港で両足首が浮かんでいるのが見つかったそうなのです。捜査の結果、これは43のものであると確認されました。しかし両足首以外に関しては捜索しても見つけ出すことはできなかったのです。そして警察は地道な捜査を続けていき、翌年である2011年7月4日、ついに山口のことを逮捕しました。事件があったあの日、一体何があったのでしょうか。山口の証言によると、事件当日の2010年9月1日、43と借金のことで口論になったそうです。そしてカッとなった山口が彼女のことを押し倒したようで、その衝撃で43は帰らぬ人になったといいます。しかし彼女が亡くなったと自分で判断した後、応急処置をしたり通報することはなかったのです。そればかりか、彼は常人には考えられないびっくり仰天な思考回路を持ち合わせていました。驚くべきことに、冷たくなった彼女をバラバラにしようと決意したそうなのです。こうしてとんでもない思考を持っていた山口は、動かなくなった43を浴室に運び入れ、自宅にあったノコギリや包丁でバラバラにしています。そして信じられないことに、ポリ袋などに入れ何度も往復し、複数の場所から川に捨ててしまいました。事件の翌日に山口が外出する姿がマンションのカメラの映像に残されていましたが、この時に持っていたビニール袋の中身は恐ろしいものが入っていたのかもしれません。その後、山口は43のキャッシュカードを使い、現金4万5000円を引き出していました。凶器として使用した刃物類はマンションのゴミ箱や川に捨てたそうです。そして山口は取り調べで、妻をバラバラにして捨てた、一人でやったと供述しています。
こうして警察官を辞めてまで選んだ女性のことを自らの手でバラバラにして捨ててしまったのです。その後、山口の自宅の床からは血痕が見つかり、 DNA 鑑定をしたところ43のものだと確認されています。逮捕された山口は43の姉に次のような手紙を書いていました。事件から日にちが経ってしまいましたが、40のことを思わなかった日はなく、40に対してなんであんなことができたのだろうと思い、悔やみ反省する日々であります。本当に申し訳ないことをしてしまったと思っております。本件は43の両足首以外見つかっておらず、彼女が亡くなった原因を特定することが難しいことから、殺人罪の適用は見送られました。そのため山口は傷害致死罪で起訴されることになったのです。そして初公判で山口はバラバラにして捨てたということに関しては認めました。こうして自分がやった罪について認め、反省していると思われたのです。ところがどっこい、43が亡くなった経緯については一回だけ押し倒したなどと淡々とした口調で述べたそうです。この山口の態度を見た43の姉は次のように思ったと言います。山口被告はずっと堂々としていて、反省なんて全く感じられませんでした。言葉では言い表せないくらい胸が痛く辛かったです。検察側は被害者などから借金を繰り返した山口被告のいい加減な生活態度から引き起こされた事件であり、身勝手極まりないとして懲役12年を求刑しています。その一方で弁護側は、一回をしただけであり、怪我をさせるつもりはなく、不幸な事故とも言える。バラバラにして捨てたことについては、動転して、正常な判断が困難だったとして、懲役5年が相当と訴えました。判決公判で裁判長は、被告は妻を転倒させた後、救命措置を取らなかったばかりか、呼吸がないことなどを確認すると、すぐに亡くなったと判断し、短時間のうちにバラバラにし始めた。傷害致死の中でも悪質な犯行で、検察の求刑はこの点を十分考慮していない。元警察官の行った残忍な犯行として社会に与えた影響も軽視できないとして、検察の求刑より1年重い懲役13年の判決を言い渡したのです。この判決を受け、43の姉は裁判員の方が妹のことを思ってくれてありがたいと話した一方で、殺人罪が適用されなかったのは納得がいかず、判決が出ても悔しい思いは変わらないと涙を流しながら語ったといいます。元警察官の男が起こした本事件、一度はお互いに愛し合っていただけに、最悪の結末を回避できなかったことが悔やまれます。被害者のご冥福をお祈りします。